内山先生、はい。先日、小学生が学校に行きたくない理由の動画を投稿したじゃないですか。しましたね。その後、視聴者さんから中学生が学校に行きたくない理由も解説してほしいというお声をいただきました。なるほど。確かに、うちの視聴者さんは、中学生の子供がいる方が多いですもんね。わかりました。じゃあ、今回は中学生版で解説をしていきましょうか。よろしくお願いします。一応、簡単に前回の動画で伝えたことだけさらっと解説すると、先日、小中学校の不登校児童生徒数が約30万人で前年度よりも約5万人も増えたというデータが文科省から出ていました。毎年2割増えているのはとんでもないペースって話をしましたよね。そうですよね。で、この文科省が公表しているデータの中に中学生が学校に行きたくない理由についても書かれているところがあるんですね。で、今回はそれを紹介しつつ、じゃあ実際にお父さんお母さんたちが不登校の子供に対してできる予防方法とか、あとはもしお子さんが不登校になってしまった時の解決ステップですね。これも一緒に話していこうかなと思います。お願いします。仮に今お子さんがきちんと学校に行けていたとしても、正直いつ不登校になるかわかりません。でも今回の動画を最後までしっかり見ていただき、事前に何が不登校の原因になるかを知っておけば、すぐに対応ができるようになると思います。間違いないですね。逆に対応を間違えると不登校が長期化してしまいます。すると昼夜逆転とかゲーム依存とか、こういった問題も出てきて対応が複雑化してしまうんですね。なのでそうなる前に今回の内容を意識してお子さんに接していただければと思います。わかりました。じゃあ早速いきますね。文科省の調査によると、小中学生の不登校は約30万人というデータがあったと思うんですけど、中学生の不登校はそのうちの約19万4千人いるそうです。で、一番多かった理由、これはですね、無気力不安で約10万1300人でした。小学生の1位と同じですね。そうですね。小学生の場合もこの理由が一番多かったと思います。で、次に2番目に多かった理由は生活リズムの乱れ、遊び、非行で約2万800人です。これも小学生と同じですね。そうですね。で、ここからが少しずつ変わってくる場所なんですけど、中学生の場合第3位はいじめを除く友達関係のトラブルで約2万600人でした。小学生の3位は親子の関わり方でしたよね。そうでしたね。後ほど詳しく解説はするんですけど、中学生の場合はより友達との関係が重要になってくるってことですね。で、次に第4位は学業の不安で約1万1200人、いわゆる勉強がわからないってやつです。そして最後第5位は親子の関わり方で約9400人でした。なるほど。小学生と同じような理由もあったと思うんですけど、中学生の場合少し細かい部分が違ってくるので、前回の動画をね、見られていないって方もいらっしゃると思うので、改めて1位から順に解説をしていきたいと思います。お願いします。中学生と同じで一番多い理由が無気力不安でした。これは具体的に言うと、特に理由はないけどなんとなく行きたくないとか、学校に行ったら何か言われそうだから行きたくないとか、朝起きても体が動かないとか、こんなような感じで学校に行けない状態です。最近こういった相談が増えていますよね。そうですね。じゃあこの場合親はどうしていけばいいかというと、まずは不安な気持ちをしっかり聞いてあげることが大切です。というのも、人は誰かに話をすることで気持ちが楽になるからです。確かに重要ですね。次に何が不安なのかをしっかり聞いて解決してあげるということも大切です。と言いますと、例えばお子さんに対して何か言われそうっていうのは、以前学校に行った時何か言われたことでもあるのみたいな感じで、なんで不安を感じるのかをしっかり聞いてあげるということです。もしそういったことを言われたことがあるなら、じゃあ先生とかと相談して言われないような環境を作ることで生きやすくなったりするわけです。そうですね。またどうしても教室に入るのが不安なら、最初は登校支援室とかフリースクールとかそういったところなら不安を感じないって子もいます。それならそういったところから少しずつ復学していくっていう形も取れるわけです。無理なく改善していくイメージですね。そうですね。次に第2位の生活リズムの乱れ、遊び、非行、こちらですけど、中学生になってくるとやっぱり悪い友達とか先輩からの誘いを断れなくて学校に行けなくなってしまうってことも出てきます。例えば今日学校休んで家で遊ぼうぜみたいな誘いを、先輩とか友達からされて、それが断れず学校をサボって行ってしまう。そうするとその結果どんどん抜け出せなくなっていくっていうような感じですね。抜けると嫌がらせとかされそうですもんね。そうですね。こういった場合はやっぱり大人の介入が必要になります。学校の先生や状況によっては警察とか児童相談所とかと連携をして生活リズムを戻していくことが必要です。わかりました。次に3位のいじめを除く友達関係のトラブル、これもやはり先生との連携が大事になります。例えば僕が教師をしていた頃も友達関係がうまくいかなくなって学校に来れなくなってしまった子がいました。そこでいろいろと話を聞いてみると、その友達との間に誤解が生じていて、それが理由で喧嘩をしていたってことが分かったんですね。そこで当時教師をしていた僕が間に入って仲直りできるようにサポートしました。その結果次の日からきちんと学校に来れるようになりました。なるほど。ちなみに先生が上手にサポートしてくれないときはどうすればいいんですか？この場合は他の先生にお願いするといいです。例えば担任の先生にお願いしても、あんまりねサポートしてくれないんだったら学年主任の先生とか教頭先生とかもう一つ上のレベルの先生にお願いしたりとか、あとは部活動とかクラブ活動ですね、こういったものの先生にお願いしてみるとかするといいと思います。わかりました。じゃあ次第4位ですね、学業の不安、これは簡単で勉強のサポートをしてあげれば大丈夫です。例えば授業が分からなくて授業中苦しくて行きたくないというような状態だったら、前日に簡単な予習をしておくといいんですね。英語とかなら次の日に習う英単語と英熟語の意味を調べておくとか、あとは事前に教科書の音読をしておくとか、それだけでも授業の理解度って大きく上がります。なるほど。もし数学とかが分からないなら次の日に習う部分の教科書の例題を少し解いておけば理解度が大きく上がります。こうした感じで前日に少し予習をしておけば授業も楽しくなります。わかりました。じゃあ次の第5位ですね、親子の関わり方です。これは例えば少し体調が悪い日にですね、子供がお母さん今日だるいから一日学校休むねと言ったとしましょう。で子供としては本当に体調が悪くて親に休みたいと言っているわけですよね。にもかかわらず親がそんなのサボりでしょと頑張っていきなさいと言ったら子供はどう思いますか？すごく辛いですね。そうですよね。こういったようなものがどんどん積み重なっていくと、子供自身はだんだん心が辛くなってくるんですね。そして朝起きられなくなっていきます。なるほど。あとそもそも中学校に行くと人間関係とかが結構複雑になってくるので、子どもたちは学校に行くだけでもストレスがたまるんですね。ここで親子関係が良好であれば子どもは親に悩みを聞いてもらうことができますよね。すると学校の人間関係のストレス、これを解消することができるわけです。ただ先ほどみたいな対応をされていると、どんどん親子関係が悪くなっちゃいます。そうすると子どもは誰にも相談ができなくなってしまうんですね。そしてストレスが限界に達して朝起きられなくなるってこともあります。なるほど。なので日頃から良好な親子関係を作っておくっていうことは子どもを不登校にしないために非常に重要なことです。ちなみに一つ事例を紹介すると、こちらのカオルさんという方のお子さんは中学1年生の時に学校に行けなくなりました。何か親が言うと親に対して暴力を振るうような状態だったんですね。これで悩まれていました。そんな時に僕が行っている思春期の子育て法を伝えるオンラインプログラムがあるんですけど、こちらに参加をしてくださいました。でいろいろね、伺っていくと、やっぱ原因は第5位の親子の関わり方だったんですね。それまではいわゆる過干渉に接していました。何かね、子供に対して指示をしすぎている状態ですね。そこで何をしたのかというと、まずは薫さん、正社員を辞めてパートに切り替えたんです。仕事を変えたんですね。そうですね。でなぜ変えたのかというと、今までは忙しくて子供の話をしっかり聞いてあげられなかったんですね。それを改善しようと思って、時間の余裕を作るために仕事を変えました。そして空いた時間で一緒にショッピングモールに出かけたり、家で一緒に DVD を見たりして、とにかく子供にとって居心地のいい家庭を作るように伝えました。なるほど。すると少しずつ学校に行けるようになってきたんですね。お子さんとの会話も増えて、家も明るくなってきたそうです。参考になりました。じゃあ今回は中学生が学校に行きたくない理由についてお聞きしました。無気力、不安、生活リズムの乱れ、遊び、不幸、いじめを除く友達関係のトラブル、学業の不安、親子の関わり方、この5つが原因として多いということだったので、参考にしていただければと思います。あとこのチャンネルでは延べ1万組以上の親子をサポートした思春期の子育てアドバイザー市山圭先生に思春期の子育ての悩みについて教えていただくチャンネルです。もし役に立ったらグッドボタンを、またよかったらチャンネル登録もお願いします。他にも聞きたいこととかあればコメント欄で教えてください。